ビリーリー・ソーレルは、アメリカ合衆国ケンタッキー州出身のプロ野球選手。サンディエゴ大学を経て、1959年にフィラデルフィア・フィリーズと契約。1965年9月2日の対、サンフランシスコジャイアンツ戦で代打で出場して、MLB デビューを果たし、初打席初安打をマークする。その後のメジャー定着はならず、1967年に、 ジャイアンツで18試合、1970年にカンザスシティロイヤルズで57試合に出場した以外はマイナーリーグ生活であった。1972年に NPB の阪急ブレーブスに入団し、主に2番や3番の打順で2類種、3類種として起用された。また、住友平の成長でシーズン後半は左翼種を務めることが多かった。日本シリーズでは打率。 429の高成績を残している。1973年は5月5日に、自宅の階段で転倒して、左手首を骨折し、全治6週間と診断された。このため長期欠場して64試合の出場に終わり、同年で阪急を退団している。2008年7月22日に、カリフォルニア州サンディエゴで67歳で逝去した。 内外角と目にしない打撃には対戦した江本武則らから定評があった。チャンスメーカーとして活躍した。一方でフィールディングには難があり、1972年の日本シリーズ第2戦では左翼守備で大量失点のきっかけを作っている。ありがとうございます。